はい、ポッドキャスト251回目を無事迎えました。私、司会のポルノ杉でございます。ゲスト、ハイツウェーブ編集長ルパン小島です。よっ、というわけで大阪を終え、モンハンの発売も迎え、ルーキーズガイド発売、ファミツウェーブ1月号、いろんななんか山を越して越しましたね。そしてルパンさんのファッションに変化がついに、ちょっと襟付きのシャツを、これ山岸さんパッと見何点ですかこれ。いや56点ぐらい出てます。低い。100点満点で56点。今までがまあ20点台10何点台ですかね。いや今日何かがあってその格好じゃないですか。昨日ね、昨日そのルーキーズガイドのあれで、まあ並んだのは上ジャージだったけど、その後にその ヨドバシの、ヨドバシのちょっとあのショップのそのフロアの偉い人にちょっと挨拶行って、でその後あのまあモハンのスタッフとちょっとお会いする機会があったから、とりあえずちょっとモハンの人に言われたんだって、ジャージじゃ一緒に歩きたくねえって。それはもう前から言われてて、さすがにね、俺たちに言われたってのはそんな直さねえくせにな。そうやってちょっとモンハンの人に言われた、この前言われ、この前っていうか、まあ、ルーキーズガイドの儲けでその服を買ったと思えばお金は回ってるって感じですよね。まあそこまでは言えないけど、まあもうこの前とりあえずちょっと2セット買いってさ、2セット、うん、なんかそのお店行ってもうちょっと服をもうちょっとこれでも結構もういい年でなんか仕事着でもおかしくなくて、どこ行ったさ。あそこ池袋の西部。またなんだっけ、前どこ行くっけ。ポールスミスじゃない、なんだっけ、幼児、あれ、忘れんなよ。なんだ、ボタンとかに書いたんじゃねえの。なんだっけ、あ、剣月影、竹尾菊池だ。あ、そう、竹尾菊池。剣月影じゃなくて竹尾菊池。かっこいいだろ、竹尾菊池と剣月影もかっこいいじゃねえかよ。なんだなんだ、竹尾菊池と剣月影を間違えるやつがいるから、なんかちょっとこう和風な、剣月影を知らないとね、まあ、笑えないわな。あのエロ劇画の人で、知らない、お尻をムチッムチッとしたね、お尻を描くことで有名な剣月影先生。アルファベットで剣月影。いや、それいけんじゃねえかそれ、新しいジャンルとして。いや最高、剣月影久々に名前を聞いたもの。俺もなんで出てきたかわかんない。いや、 Google 検索ワード急上昇ですよ。剣月影が、剣月影いいんだよね。あの基本江戸時代系で着物のムチッとしたお尻を必ず描くんだけど、うまいな、現代版のやつ描いてもやっぱり団地妻のムチッとした、ちょっとお尻が段違いになってね、こうしな、しながってこうってなってる。いやー、竹尾菊池と剣月影を。まあここちょっと変更して出ると思うな。すげえな、俺欲しいもん、逆に剣月影が。剣月影っていう、ね、のアパレルが欲しいわ、メーカーのね。え、じゃあ全身竹尾菊池買われた。そうだね、で、なんか竹尾菊池で全身を2セット買ったの。バーゲンやってたからなんか 20% かなんか。あれ前買ったのか。そうね、前この話聞いたじゃん。うん、そうそれでなんかなかなかちょっと開けてもなくて、おう、だからもうせっかくだから開けようと思って。そうだ、だからもうそうやって2セットと言わずいろんなブランドで3セット4セット増やしていけば。そうだね。あら、小島さんつって、いや、もうスーツも買おうかと思って。買いなさい、スーツでやっぱ働いた方がなんかいいんじゃないかなみたいな。だからそれはまた問題で、問題か、スーツってフォーマットじゃないですか、うん、だからもうそれにビシッとやっちゃうと楽だから、 ある意味楽をしちゃうんですよ。しときゃいいになっちゃうからね。スーツだともうスーツだと3セットぐらい持ってりゃそれ回しちゃうとか、それだけになって、ある日私服になった時に、
あれってまたジャージになっちゃうんで、そうすると反動で、うちの父ちゃんじゃねえか。そう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 、だからそこはうまいことやらない。なるほどね。まあまあ1着2着はスーツあった方がいいな、これからな。いや、あった方がいいですよ。モンハンどうだって、行列並んでつまんねえツイッターしてたけど。よし画像っつったのボケ。あれボケなんですか本当に。じゃあボケてみた。マジなのかなとか思っちゃいました。マジでこんなことやってんのかなと思っちゃいました。あれ一応コナミ通信でさ、あの格好したから。イラッとするよ、ね、あの場でさ。俺ももう夜中やってなんかこいつやってんなと思って。一応興味はあるじゃん。そのもう単純に盛り上がってる現場って。でガンガンさ実況するかと思ったらなんか食ったらねボケ挟んでさ、もう寝たもんね。あのボケで。で俺あの日実は家の猫が逃げてて、結構どこだどこだっつってて、うん、朝方またパッと起きて猫いたっつって、うん、だからちょうど起きたんで8時9時前ぐらいに、うん、で起きた勢いでまた見たらさ、ちょうどユーストやってたじゃん。ああ朝ね。で iPhone で見れんだよねそのまま、iPhone の Twitter からリンク飛んでユーストそのまま見れたので、こいつがあれあれだ、万世橋のとこで、万世橋の上で沢谷さんと二人でまあちんたらちんたら喋っててさ、それを見てでもつまんねえなと思って、もういいやと思った瞬間、エコフォンってね、うん、iPhone のソフトでやってんだけど、うん、ぶっ壊れたからねエコフォンが。え、お前のユーストを見た途端。なんで俺のせいなんだよ。完全にもう黒みになって何にも出なくなったね、エコフォンが。何をしても。だから俺削除してインストールし直したもん。お前のクソつまんねえツイッター見たから。チンコも出さねえしお前。チンコ出せねえだろ、んなとこで。なんで出さないの、面白いじゃん。寒いからだよ。お前のモンスター出せよちょっと。お前のティガーレックス出せよ。俺そんな強いモンスターじゃない。え、俺そんな強いモンスターじゃない。どんぐらいなの、モンハンで例えるとお前のモンスターどれぐらいなの。どんぐらいだろうな。ラ、あれだな、あのヤンクックぐらいじゃないかな、最初の。ヤンクックどうなの。え、すごい強敵じゃないですか。え、ちょっと最初の壁だよね。大型モンスターめちゃくちゃでかい。大型ではあるっていう。大型ではあるけど強くないと。真っ赤で。真っ赤だ。真っ赤で。もうズル向けの真っ赤で、擦り切れちゃって。桑原君自分の言ったらどんぐらいなの、モンハンのモンスターで。ティガレックス。ティガレックス。起き上がった時はティガレックス。ティガレックスはすげえぞ。凶暴。もう暴れっぱなし。ダダ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 つって。あいつ多分本当にそうだもん。そうだな。女性に乱暴を働くことに何の躊躇もない感じがするもん。いや、俺すげえ取り扱いすごい。もう卵を扱うようなやつ。割れないように。割れないように。割れないように。卵なんだ。さあ、そういうわけで、うん、股間にティガレックスをぶら下げたこの方がタイトルコールをやりに参りました。あなたの股間のティガレックス、倒されるとどんなアイテムを出すの？なんとかじゃーってタイトル。じゃあ、ティガレックスっぽくぶわってきてくる。股間がね。股間がティガレックスで来るね。まあ、そういえば俺一個だけ言いたいことがあって、あのイベントの時にあのカップルがバーって来て、弁当に男の人がこうそっと耳打ちを、ちょっと同じ匂いを感じたんでっつって DVD をくれたんですよ。おドンピシャ。ありがとう。どんなタイトルは？エロ DVD で、あのタイトルは分かんないんですけど、どういうテイストの？ガン攻め。ガン攻めもの、えげつないガン攻めもの。例えばどんな攻めがあるんですか？完全に縛った状態で、みたいな。おお、ずっと。あと、知ってます？あの、ああいうやつって、ガガガってやるじゃないですか。あれに、ぶっつけて、ガガとかやったりするんですよ。怖っ。現場の地面のやつ。地面のやつのちっちゃいやつ、鳴らすやつだ。の、あのちっちゃいバージョンみたいな、あるじゃないですか。ああいうのとかに、ぶっ刺して、ドーンってみたいなのとかをガンガンやるっていう。俺たちもドン引きだぞ。そうですね、だからあんまり痛くなかったの。そんな交流があるね。そうですね、その彼にありがとうと。言いたいと。言いたいと。ありがとうございました。じゃあティガレックスから、ありがとうを込めて、はい、最高のタイトルコールを。
いいですか、じゃあいきますよ。はい、3、2。倒されたら赤玉を落とすよ。ファミツーライブ DVD ポテト券251回目、ありがとう DVD。 なんで、なんで赤玉じゃない、赤玉じゃないんだったら何がいいんですか。ひねってないもんな、やっぱそのすごい強いやつを倒したわけでしょ。なんか川とかじゃねえか。川とかなんとかな、海面体みたいな。まあ、せいぜい真珠の方が良かったよな。あ、なるほどね。じゃあいきますよ。はい、3、2。倒された。倒されて出てくるのは、なんだろう、すごい、前立腺。ファミツグ FDM に、ファミツグ FDM ポッドキャスティング251回。すごい前立腺が取れるから。どんなアイテムができるすごい前立腺。だからすごいエネマグラみたいな、なんじゃない、前立腺みたいな武器がこう。エネマグラがそもそも前立腺だったらすごいよね、なんか。そもそも前立腺だった。前立腺を刺激するものなのに、それが前立腺になっちゃったみたいなさ。まあ、それこうやるだけ触るだけですか、ね。エヴァの最終回みたいな。みんな前立腺になっちゃった。メルフはそれをしたかったのかっていう。くだらねえ。まあ大阪、クワはそうやってビデオメイトがさ、いたりするし、あの放送でもやりましたけど、ウケチ君にはね、彼女ができかけたり、そうね、あれ面白かったね、あってそのいろんな出会いがあるじゃないですか。今回僕ね、山岸さんの出会いをね見逃してしまったんですよ。知らないうちにそのほら可愛い、可愛い子ちゃん、でもちゃんとコンタクト取ったみたいです。あ、本当お菓子くれました。もらった。食べたか。食べましたね。うまかったか。美味しかったですよ。手紙があるんじゃねえかっつって、俺とウケチで、あのお菓子入れてる紙袋にさ、あんじゃねえかなっつったら、いやに素直に、いや見て、いやないなとか言ってんの。いやなかった、本当なかった。いやその前にもらってんじゃねえか。本当なかったっすよ。手紙ないの？なかったなかった。でも、まあ俺もさ顔忘れたんだけど、群馬で見た時とにかく可愛い子だったと。はいはいはい。でもやっぱり今回って可愛かったみたいな。うーん、あのビジネスホテルなんだっけ、道民院だっけ、なんだっけ、道民院だっけ、あれなんだっけ、なんだっけ、南波院じゃないですか。あ、南波院の方だ。あ、道民院が近くになったんだ。いや南波院に行ったらちょっとねびっくりしたよね。あれっつって来てるんだみたいな。山岸さんね、福岡のメール来てないのかな。まあメールね、ディレクターチェックしてますからね。というわけで、はい、メールをいっぱいいただいております。ありがとうございます。大阪をね、来てくださった方からの感想がたくさん来てますね。ポネムポチョムキンさん、香川県、はい、大阪での公開録音行きました。公開録音参加するのは初めてだったのですが、とても楽しむことができました、印象に残ったのは結婚披露宴の建物探訪の映像で、ルパンさんが部屋を見た時のコメントはほぼ部屋の広さに関することだったことです。あと段ボールのひらひらの部分が間近で見れたことも印象的でした。これあれだね、ウケチのプレゼントの おじいちゃん、はいはいはい、最後に番組が300回400回続くことを願っています。そしてこれからも段ボールのひらひらに放送できないものを貼っつけていってくださいと。このひらひらはね、変なエロ漫画が、エロ漫画のあれだね、ページがね、しかもなんかカラーのエロ漫画がビラビラっとこうついてて、あれもらった人どうしたんだろうね。捨てていいとは言ったけどね、あの場で。困るよね、あれ持って電車とか乗ったらさ。ね、あとルパンさんのこのボキャブラリーのなさを的確に指摘してますよ。ポネムイラクさん、大阪風男性、今日、あ、もう
今日グレたんだね、今日大阪公開収録行ってきました、はい、開演の10分ほど前に到着し、うん、受付の小妻さんに、うん、小妻さんですよねと尋ねたのですが、うん、違いますと一括されお前さ、お前どういうことなんだよ違いますと一括され、うん、桑原啓太さんですよねと尋ね、やっと握手をしていただきました。あれは一体何だったんでしょう一緒についてきてもらった全く事情の知らない彼女にはキョトンとされましたが、自分は存分に楽しみました。幸せな時間ありがとうございました。とルパンさんは音楽の練習をした方がええと思います、はい、何なの、オズマさんですかって違います、違うって言った方が面白いかなと思って違いますって普通に、いや何だったんでしょうって何のボケにもなってないじゃないですか力強く言いました、違います、でも違います、笑いも起きず、あ余計なことしちゃったな音楽の練習なんだろうね、あんなに練習したのね。あれですよ、自分で言うのもあれだけど、あのサンタには言われたけど、体にちゃんと染み込んでないんですよ。染み込んでないし、本番に弱すぎんじゃないですか。あ、忘れた、もう一回ってやり直せばいいのに、なんで自分のメロディーで歌い始めちゃうんだっていうさいやなんかもうバンと行けって言うから、うん、バンと行ったつもりが行けなかったね。死にたくなったと言ってました、ね、死にたくなった、本当に生まれて初めて死にたくなったね。会場も半分哀れみだったもんね。やったね、あ生でルパンテンパってるとこ見れたっていう笑いと、なんかやっぱこの人かわいそうっていうさ本当にできないんだこういうことがっていう、そうだね、もうトラウマだろ、トラウマだよ、だから死にてって思ったもん本当に。お前なかなかねえぞ人前でお前37にもなって、お前このまま死にてえなこのまま消えてなくなりたい結構いろいろ恥ずかしいことしてきたけど、全然ああいう方が一番効くよな、あれ一番効くね、ちょっとチンコ出したとか、なんか痛い熱いとか、もう全然全然なんともないね、リアルに歌が歌えない、ああこのままどうしようだよ本当に、もうだからもうそこからいなくなりたい、じゃあどうしよう、もうもうなんだろう、パぐらいでもいいけど本当にシュワーみたいな、シュワーシュワー消えたらね、消えたらねで終わりみたいなね、そう人間がそういう生き物で人生に一回だけそういう機能を持ってたら、あそこでお前丸を使ってみんなもああそれぐらいだったんだって共通でわかるよね、そのくらいあの輪はもう消え、本当に、うん、本当に消えたかったこの世から、そうか、消えてなくなりたかったお来ましたよ、おいフーギーやっと受け地の嫁さん、大阪府女性、おい先日の大阪での公開収録お疲れ様です、楽しい時間ありがとうございました、うん、アンケート紹介の時は前にまで出させていただき、ゆけちくんとおしゃべりする機会まで作っていただけて、ポロンさんとルパンさんには感謝してもしきれない勢いです。ほら。緊張して挙動不審になってしまいましたが、忘れられない一日になりました、うん。これからも頑張ってくださいね。推進。緊張しすぎて、ルパンさんの椅子に大量の汗を付着させてしまいました。すいませんでした。いや、全然全然。なあ、ニーソだからね。桃裏から。はい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 。もうそれルパンさん、ペロ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 。舐めてねえだろう、だって。ペロペロ舐めちゃってね、もう。舐めてねえだろう。楽屋で。楽屋でなんかティッシュに染み込ませてねお財布の中に入れてましたからねこれがいいんだって言って帰る新幹線にちょっとお醤油つけて食べてたからいやーね、プーギーさん素晴らしい展開でした ね面白かったね、あの収録までみんな言ってたんだけど、うん、あのサンタとかがあのモンハンのイベントで実はあったんですよって、うん、あーみたいな受け地が思い出しのアクションが入ってたけど、うん、あれ絶対覚えてたくせにあいつそういうふりしてるぜってみんな言ってたよね、はいはい、なんであいつわざわざああいうふりするんだろうってもうお前知ってただろうみたいなさ、わかるそれで、後からああそういえばなんかテンション高い人いたなみたいな、後からちょっとボリュームを上げてくる感じあれね、あれもうメインのチャンネル上がってんだよね、あいつのチャンネルはね、テレ隠しもあんじゃないので、ちょっとフェーダーをあえてね、あれずるいな、あれな、まあまあ可愛らしいじゃない、ね、でも結構なんかキビキビ喋っちゃってさ本当に嬉しかったんだなってハキハキ喋ってたね、珍しくね、したら
っぱさすがね、大阪の女性ですよ、うん、オチをね、オチをちゃんと持ってったな、どでかいオチを用意してましたね。浮地君どうなるでしょうか。これは大阪ではないですね、この人は。はい、ポネムライチさん、青森県男性、はい、いつも楽しく聞いております。私今までウェーブを買う勇気が出なくて、うん、ポキャスだけを聞いて楽しんでました。しかし、はい、とうとう今回初めてファミ通ウェーブを買いました、はい、12月号、うん、買うための勇気をくれたのは言うまでもなく、より抜きのポリノ氏逮捕、他人が逮捕される瞬間の警察とのやり取りなんて多分一生見ることはないだろうと思い、発売日に即買いしました。これを機に今後はポキャストウェーブ本誌両方合わせて、見ていきたいと思います。 ありがとうございます。いやそうなんですよ、嬉しいですね、うん、僕の逮捕が逮捕もう本当にね、俺は6000と半日のモーター取ったよ。十分ね、逮捕もね、まあ、逮捕歴って消えないですけど、うん、別に前科とは違いますからね、くれぐれも。ああ、そうね、そうね、僕は別に何か刑法に違反したわけじゃないですからね、うん、でもこのあれだね、やっぱポキャスだけ聞いてるって人は意外といるんだよね、うん、でもそこからウェーブを買ってくれてる人がいるってことは、反則ラジオとしていいんじゃない、ちゃんと使命を果たしてるんですよ、うん、こう見えて、うん、こう見えてね、うん、こう見えて。ただやっぱりね、最近ゲームのポキャスが増えてきてるからね。ああ、そうね、常にナンバーワンを取りたいけどね。でもこのポキャスってさ、うん、オフィシャルダウンロードと iTunes と今 YouTube があるから、うん、散ってるんだよね、数が。だから iTunes のランキングがちょっと弱いってのあるんだけど、まあ、そうか、そりゃそうか、バラしてるからそこに一曲に集中はしないわけだよな。そうそうそう、だからなんか最近ランキングは弱いような気がするんだよ、ね、ああ、どうしたらいいですか、山岸さん。いや、何位ぐらいですか。いや、わかんない。なんか変動するけど、なんかもう、そんな俺、つぶさに見てないけど、前ってアップロード直後は結構1位になってたじゃん。うん、あのもう、ヒデラジオとかも、はいはいはい、にも勝って。なんか最近1位を見てないんだよね。あとなんか、やっぱ声優さんがやってるやつとか、はい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 、あとゲーム趣味って、ちょっとしたエロネタも同じジャンルで、なんか、そういうエロネタのやつとかに負けてんだよ。まあ、勝ちに行こうとしてることは間違いなんだけどね。アイコンをエロくすれば多分グッと上がると思うんですよ。アイコンをなんか今流行りの二次元作家とかに書いてもらう。ああ、そうしましょうよ。あ、変わる変わる。なんか平井君の奥さんのアイコンとかにしちゃおうよ。嫁ざり。どんどん変えていこうよ。ああ、いろんな女の子をね。あとほらポキャスのさ、うん、俺群馬で名刺もらったけど、なんか漫画家の人いたよね。はい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 。伊藤エイトさん、うん、エイトさんとか、このポキャスリスナーの団結して可愛い感じのアイコンを書いていた。あれひどいもんね、青いグラデーションにファミツウェーブって。あれはやりっぱなし感があるから。女の子アイコン、女の子イラスト、超可愛いやつ、可愛くてちょっと谷間マンスジあれっていう、どうやって書くんだよそれ。え、ピシッとこう。ピシッと。お相撲さんがお前懸賞金もらうんじゃないんだ。心、はい、あ、でもそれいいかもね。でもそれで変わったりすることかもね、意外と。なんか頑張っていこうよ、うん、だってこれから俺たちはこ、ね、パッケージを売ろうっつうんだからさ、アイコンな。さあと思った時に目に入ってきたポネム、はい、群馬県主婦、うん、桑原めぐみさんから。お、主婦じゃないです。主婦じゃないです。じゃあ違う方なんじゃないですかね。鈴木さん、小島さん、いつもケイタがお世話になっております。ケイタの母です。ファミ通ポッドキャスティング250回公開収録お疲れ様でした。無事成功を収めたようで何よりでございます。しかし、うちのケータがロシアンルーレットで不正を働き、再度皆さんにご迷惑をおかけしたようで、何とお詫びをしたらよいか。しかも、よりにきポッドキャスティングの収録で、読者の皆様に集大を晒した挙句、自分は悪くないと居直る始末、親として恥ずかしい気持ちでいっぱいです。人として最低のことをしたにもかかわらず、お付き合いを続けていただける心優しい皆様がいて、ケータは幸せ者です。
いろいろと至らない息子ではございますが、今後ともよろしくお願いいたします。お母さんいつもいつも丁寧だね、メールをくださってね。とりあえずまあちょっとね、残念ながら会場にはやっぱり群馬からね、うん、でもそれ知ってるのはなんでなんですかね。聞いたんじゃないの。聞いたのか。いやでもね、寄り抜きのその桑原がギャーギャー言うみたいなのは、うん、放送でももちろんカットしてるし、そうか、そうか、やったっていうことを知ってる人はそんなにいないと思うんですよね。謎めいてきた。いや、いたんじゃないですか。そうなんだけど、さすがにこいつの面を見てちょっとめぐみさん、それかまあ見た人が詳細にちょっとつながっててレポートを見てとか、あーだから受け地とかがお母さんにこんなだったよと、俺の母親だっていう線をまず外しましょう。そしたら全部丸く収まるのに。会場にいたんならウケるな。名乗り出なかったっていうさ。あれですね、ポネーム、サラダイーとその娘の人さん、広島県男性、大阪お疲れ様でした。例の小妻さん好きな娘とは全くリスナーでもなく、行きの道中で垂れ流していた地獄 TV コンテンツを見ても薬ともしなかった嫁を連れて参加させていただきました。え、娘と奥さんいたんだ。いたあ、いたんだ、うん。娘は翌日同級生にオズマの顎に触ってきたと嬉しそうに自慢したところ、オズマって誰と軽く惹かれたそうです。嫁は嫁でキムさんの論言に賛成票を投じたものの、サンタさんのプレゼントをもらった途端にサンタさんかっこいい、サンタさんかっこいいと念仏のごとく言い出します。すごい。私自身はウケシさん作のおじいちゃんを連れて帰ることに成功し、あまりの嬉しさからおじいちゃんをかぶったまま帰宅、留守番していた高校生の息子にドン引きされるという仕打ち。ともあれ公開収録はとても楽しませていただきました。ありがとうございました。あと一つ、ルパンさんの歌がグダグダだった理由が会場に8歳児がいたからでしたらお気遣いなく、それも含めて上層教育だと思っておりますので。あのね、8歳の娘の前で小島さん、あの歌をね、まあ上層教育って言ってくださるとね、ありがたいけどね。まあ君にって言ってましたね。言ってましたね。君にって何って、お前が親になって8歳の娘に言ったらなんて答える。答えようがないよね。いや、聞かれたらどうでしょう。人の名前。君にさんっていう結構綺麗な人がいるんだよ。綺麗な人なんだ、うん、で僕はその君にさんが大好きなんだよっていう風に教えます。でまあ時が来たら、まあ中学校とかそういうとこで、あの綺麗な人なんだよ。ちょっとそりゃそうでしょ、気になっちゃうよな。そりゃそうでしょ、だって僕はだって君にさんのことが大好きなんだったら、そりゃちょっと君にさん、うん、人の名前か。まあ8歳児だったらね、まあそうだな。でもう忘れてもらうの待つしかない、待つしかないね。いやー、というわけでね、大阪収録我々自身もね、はい、楽しませていただいて、うん、でまあ飯食って粉物うまいのたっぷり食って、うん、もう帰り際僕はね携帯をタクシーでなくし でガンガン携帯鳴らすんだけどさ、うん、普通タクシーの人は出てくれんじゃん、うん、出ないんだよ。出ない。したらもうザーッと気づいたらホテルに来て、うん、iPhone 持ってこれどうやって出たらいいかわからへんって、うん、そりゃそうかと思って、ね、持ってきてくれてね、すげえ助かった。で次の日あの美味しいうどん食べて、食べた、ウケチ君出汁もらって、出汁をもらって、で別れてるんですか車組と、うん、で俺とルパンだけになったじゃん、うん、こいつもう俺と離れたくて仕方ない空気を、ユキちゃんとその後デートするから。え、したんですか。したしただって、うん、あのまだ10時半ぐらいにうどん焼いて11時過ぎに出たでしょ。でまだどうするかって話じゃん。でユキちゃんが2時学校終わるのが2時だから、それまで時間潰さなきゃいけねえんだ。もうちょっとなんかもう俺と一緒にいるのが嫌だみたいな。ちょっと日本橋ってこの辺なんだろうとか言って、うん、もう11時にあの後2分も一緒にいなかったよこいつと、ビューってどっか行って日本橋行った。そんなに何みたいな、罰悪いのみたいな感じ。罰は悪くない、もうゆきちゃんゆきちゃんみたいな。何ですかそれって。なんかすげえおかしな空気になり始めて急に。だって最初は3人でね、そのゆきちゃんも含めて3人でなんか
出かけるみたいな。もうとても俺も行っていいかなんて言える空気じゃなかった。おいちょっと待ってよ、もう俺はもう日本橋行くから。おいちょっと待てって、お前なんか何それ、古着屋行くからアメリカ、なんかアメリカ村だっけ、あっち行くからっつって。だから日本橋っつったんすか。で俺はまあ日本橋の方。いやだから高さんがついてこない。ゆきちゃんが2時だからどうしようかなみたいな言えばちょっと茶でもするかみたいなあったのに、ね、俺も日本橋近くだから行くわみたいな、うん、そこで一緒に行こうよって言わなかったんですか。言わなかった。ゆきちゃんとのあれに流れでうまくいかなかったら困るからでしょ、俺がいたら。まあまあそれはある。まあ正直邪魔だったよな。俺と半端に別れ損ねて、俺もじゃあ腹減ったし昼飯して食おうよなんて言われちゃうと困るからでしょ。まあ嫌だよね。まあ嫌だよ。まあまあ大阪、まあ結局ね行きも帰りも含めて楽しかったじゃないですか。楽しかったっす。もう帰りプレミアムモルツを飲んで、うん、最高でしたね。新幹線やっぱすごかった。そのままふっとちょっと寝て、うん、いや本当良かったですよ。だから今回の大阪でも全部使っちゃったんだろうな。新幹線だもん。運を。いやルーキーズガイドがこれでバカ売れしたら、うん、小島さんまた剣付きかけ3着買いますよ。上から下まで剣付きかけで。いないからね。そうだ。頑張ろう。まあまあまあ、はい、いや大阪楽しかったですね。楽しかったです。あれも本当ありがとうございました。次は300回、うん、多分地方じゃないです。ですが、はい、我々が地方に行かないとは言ってませんよね、うん、この後250回で発表しました、ポッドキャスティングパッケージ化計画がありますので、はいはい、それのスペシャルコンテンツで、うん、我々はおそらく日本のどこか旅をするんじゃないか。広告期待ですな、はい、というわけでお送りいたしました251回目でございます、お相手はポルノ鈴木とルパン小島でした。